ちゃんも大喜びですね。はい、気持ちいけ。春ですね。もう雪消えましたよ。まだあるぞ。寒いだろ、お前。来いよ。裸だよ、あいつ。まあいいや。はい、じゃあ今日は何しましょうかね。デミソース買ってきました。デミソース。もやし、これでしょ。鶏ガラもあるでしょ。ライスペーパーがあるんで、ライスペーパーでなんか挟んじゃえっていうのが一つですな。一つこの用のに対し。デミソースはね、これはすじこですね。なんかいろいろありますね。デミソースは、これだな、これ。これ、熊の肉なんです。熊のもも肉。熊のもも肉を、シチューにしてやれ、デミソース。ファイヤー、パワー。はい。電気がついたら、シチューにしてやれ、デミソース。これでデミソースのシチューにします。こんなんです。何をあんま言ってんだよ、本当に。もう自分から出たいって言ったくせに。来いよ。ちょっとこう、あれだよね。お前を試したんだぜって気なところがある。玉ねぎを2個。玉ねぎを2個むいて、これが、鶏の、あれです。血が入ってる、なんかですから、これをそのまんま使いますね。はいはい、行きました。人参だよね、人参に舞茸。やっぱ、はい、じゃあ始めましょうか。もうこれは一頭先にやらないとダメですよね。一頭先、まあ何でもいいんで。ちょっとね、こう細かめに切っていた方が、多分美味しいでしょうね。今日はね、今日はそれでいい。明日はこれダメ。毎日よしあしは変わる。パヤッパで、まあちょっとこの熊の肉をね、焼いたんだけど、ちょっと硬くて、ちょっとねっていう、ちょっとね、待ってねっていうね、そういうことになりましたんで、今日はシチューにしましょう。熊のもも肉のデミソースシチュー、どうでもいい。どうでもよくねえよ。玉ねぎがね、玉ねぎが美味しさを運んでくれるんだよ。そういうことだ。やっぱ50年前の、なんていうの、その素材を大事にした料理の作り方ってのはね、時間がかかるんだわ。マスルガナムでシューなんてやればさ、一瞬ですよ、一瞬。チタン料理、チタン料理ってろくな目に合わないよね。ルチタン料理、あれ食ってると死ぬよ。どっちにしても死ぬよ。どっちにしても死ぬならポクリと死にたい。ポクリ死ぬのが俺の夢。ポクリ死ぬのは、タンパク質の立体構造を維持した料理。まあそういうことで、まあどうでもいい。はい。いや、OK ですね。ちょっと手こずりましたね、玉ねぎ君にね。どうしようか。片っぽは細かめに切ってソフリット風。片っぽは大きめに切って、なんかこう、夢の向こうには俺の世界がある。いや、夢の向こうにはジェイソンがいる。
ジェイソン。みんなにこうやってもうすぐにしよう。めんどくさくなりましたね、だんだんね。もうどうでもいい。ニンニクをね、ちょっとこう切ってやってね。どうでもいい。はい、ニンニク。ニンニクが出てきました。どこからともなくやってきたのはニンニク。ニンニクゴーゴー。はい、じゃあニンニクゴーゴーですね。で、またこれみんな、買ってから食わない。こうやってさ、食わないんですね、うちの家族は。俺は、みんなに裏切られたんだ。いや、そういうことねえの。お前も十分裏切ってますから。もうチンポも立たない。それはあれだね。体が裏切ってるよね。いや、裏切ってんじゃないと思うよ。それは自然の摂理ってもんですからね。それを裏切りだなんて思っちゃいけないですよ。年を取るのは裏切りではない。いいこと言うね、俺ね。まあ、人生どうでもいいや。なんかグーグーって言ってるね。あれ、眉だよ。眉が、俺の今仕事場で何かをしているかもしれない。ローズマリーを使わないだろうね。ローズマリーが来たなら教えてよ。3年待ってたとそんな待たねえよ。割と元気よく。はい、生姜が来ましたね。生姜を切って一気に進め、俺の人生いい。そんなもんさ。ニンニクと生姜ってのは車輪の両輪っていうふうにね、言われてませんけど、勝手にそう思え。それが人生を楽しくする秘訣。なんて言うんだろう、その、いいのそれっていうね、そういう人生の空気があればいい。ちょっと写真撮らせてください。写真を撮らせてもらうぜ、ベビー。写真を撮らせてもらうぜ、ベビー。いくよ。あ、今なんか、あれ、映ったかもね、暗証番号。はい、じゃあ乗ります。チーズ。ね、笑ったね。お前たちは笑ったけど、笑ってるけど、みんな食われちまうんだよ。ここにね、フライパンがあります、フライパンが。フライパン、小麦粉ですね、これは。そこに入りますのが、これオリーブオイル。このね、いろんなもの入ってますから、しょっぱいのやら、辛いのやら、バジルやら、なんだかやら、入ってますね。それで、生姜とニンニクがまずは。生姜とニンニクが一緒になって、俺たちは一つの味を作るのさ。はい、これね、これが一番美味しいですね、この。この味わい、この味わい、本物です。いや、そうですねの。どうでもいいか。はい、どうぞ。煮込む前にこうね、炒めてあげて、この血ももちろん入れますね。で、その前にこうね。で、ちょっとスパイシー、スパイシーソース。
オリジナルをかけてあげましょう。ちょっと塩分が戻るとね、美味しくなりますからね。うまそうじゃろ？うまそうじゃの。いいね、いいね、いいね、いいね。いいね、いいね、いいね。最高、いいね。それでは、はい。これで、まいたけが入ります。どうだ、もうまいたっけ？はい、人参が入ります。人参が入る、人参が入る。人参が入る、人参が入る。玉ねぎがほとんどなくなるまで処分してください。なくなるまでってことはね。これ食えるのは明日だよね。どう考えてね。まあ一晩まではいかなくていいけどね。ちょっとゆっくりと。ゆっくりと。お前は俺のものになっていく。うん、いいね。いいね、いいね、いいね。さて、いいね。だんだん玉ねぎのね、美味しさが外に出ながら、ああ、これ一つの味になろうとしていきますね。で、この血は最後に入れますね、この血を。この血はな、お前の全てを吸い込んでいるのだろう。硬い肉はね、やっぱり、高温鍋でじっくり煮るのが美味しいですよね。カンシチューってあるでしょ？あの、牛タンのシチューね。あれの、マサヤバージョンです。マサヤバージョン。あ、やっぱ。これ鍋と、あの、玉ねぎの間は、まあ高温ですけどね、それが水分があるから100度以上には全体はならないんで、これは実は非常によろしいことですね。よろしいことですよ、マサヤさん。で、赤ワインが放り込まれて、どうぞ。流れはこれでいきます。いい感じですね。もうちょいと振り強くていいですね。玉ねぎがね、うまい味を出してきてね。ちょっとこれ半分でよかったね。1,2,3,4,5 結構ちょっと半分切ろうか。うん、そんなに
中はまだ血も滴るいい男ですからね。あとはもうちょいだね。もうちょいしたら、もうちょい。赤ワインでこう浮かび上がらせないといけないですね。まず血を先に入れちゃおうか。血が入りました。もうちょい赤ワイン。デミソースも自分で作りたいんですけどね、缶詰です。まあデミソースというのは赤ワインコネコネすればいいわけだからそれでいいんですけどね。ほいしょほいしょほいしょ。ちょっとコンソメのね、味にした方が良いかもしれないですね。うまそうじゃろ。ちょっとしょっぱみが足りないはずなんで、ちょっと味を入れますか。味を入れますか。どうでしょうかね。うん、まあ美味しい美味しい。こんなだね。でコンソメを。もう弱くですか。ではコンソメが入ります。まあ熊だからね、鍋いろんな鍋の作り用はあるとは思うけどね。これ溶けないんだろうですよ。溶けろ溶けろお主。開かないよ俺、目見えない。老眼だ老眼だ老眼だ。これ二つぐらいかな。三つ入れようか。三つ入れましょうかね。ちょっと強めの味にしようか。これ固まってると嫌だよね。そんなのは嫌だ。水に溶かしとけばよかったよね。俺もいつもそう思ってんだけどさ、いつもだよ、いつも思うんだよ、そういう風に。そんなことねえろまあどうでもいいんだよ。はい、これね、まだあってもいいや。これから保温鍋で温めますからね。うまく入れればいいですけどね。うん、上品な味ですね。なんか俺らしくないよお前らしさが消えてる料理など
食らう必要がない。これ保温鍋ですね、こっちね。はい、じゃあ保温鍋に入れちゃいましょう。ほとんど圧力鍋とかそういう調理器具はダメだと思うんだけど、保温鍋はいいね。うん、これ加熱がゆっくりだから、で鍋が冷たい分もちょっと温めないで、その分をね、ちょっとこっちで、で水をちょっと入れてやります。こんなもんだね。これ以上入れないからね。はい、弱火。うまそうじゃろ。こん中にはな、地球46億年の生命が全て入っておるのだ。そんなことねえよ。パヤッパ。うん、うまい。もうちょいデミソース入っていい。デミソースって結局はなんていうの、とろみ出すものだから、ね、最後に入れようかな。煮上がったら入れましょう、デミソースね。そういうのはやったことはないですね。それでまたちょっと煮てやれば、これはうまそうなものができますよな、マズエさん。うん、うまそうっていうと豚の親子だよね。ジムシージムシーパヤッパー。はい、じゃあこれね、これ OK ですから、まず一品上がり、ターシチューですね。豚タッチャー、クマシチューね、クマシチュー。はい、こんな感じね。このまま2時間ぐらい経ってる、ちょうど食い応えがいい頃ですね。食い応えがいい頃ですね。はいはい、じゃあ次、もやし、もやしに、もやしを肥やし、何が言いたい。はい、じゃあ鶏をね、食いますか。鶏の味が美味しい、鶏の味が美味しい、鶏の味のね、クリームソーテーしようか。うん、よし、じゃあそうしよう。鶏の味のクリームソーテー、鶏の味のクリームソーテー。俺はそれが世界一番好きさ。いや、世界一番好きじゃないよね。はい、じゃあ始めます。明日唐揚げを作らなきゃいけない。手羽先だね、鶏の手羽先。そうだよな、ちょっと考えちゃうよね、人生ね。このまんま生きて俺は人生が終わるのかね。まず鶏はこう皮の方から出羽できるのが一番いいですね。でちょっとこれお湯で鶏ハム風にしますね。あら、ただこれは最後揚げてね、美味しくまたするんですけど、このスープも使っちゃいます。もったいないから食べちゃえと。もうちょいあっていいね。コトコトトコトコトリンコトリンゴーゴーコトリンゴー。人生はきっと
俺の予想裏切りじゃない。それが明日使います。でも今日は鳥の使い手は終わりかな。これね、はい、OK。鳥はもう使わないので、まな板ゴーゴー、まな板がおしまい。ただ野菜切りますね。もやしに、もやしに白菜に椎茸だね。椎茸もちょっと美味しくなるよ。椎茸もあると美味しくなるよ。葉っぱがあるとトゥラッタタラタ、トゥラッタラタ、トゥラッタタラタ、ピタピタ。とにかくこの、なんていうんですか、野菜をたっぷり食べるっていうのはね、一番重要ですね。こっちの方は後で入れますから、こっちは先にやるね。まあちょっと薄めにね、こう繊維を切る形に切ってもらいましょう。これなんか呼び名があるんだよね。ピョンとかチャンとかチュンとか。おい、何言ってんだよお前。この辺は半分の割りぐらいにしとけばいいですかね。これはあの、ガーッと一気に炒めるときに使います。はい、こっち行きましょう。沸騰してきましたね、沸騰してきましたね。アクは取っちゃいます。この上スープで使いますからね。このまんまあと3分ですね、中まで水が、あれが入ります。温度がね、はい、OK ですね。で最後に割って炒めますから、一緒にね。ちょうどこれこう切ってる間に出来上がりますね。出来上がりますね。ちょうどいいですね。これもやしは水を持ってくる。もやしはね、やっぱり早く洗わないで随分違うんだよね。これ玉ねぎも入れたりするんだけど、今日はいらない。さっき玉ねぎ使ってもんねって。いや、あるんだけどさ、めんどくさくて行きたくない。鶏肉のだって山に芝刈りに行かなきゃいけないんだよ。え、そんなことねえんだよ。山に芝刈りに行ったおじいさんが小さい女の子を見つけて、ラジカンキン。いや、それあれ相当すごいよね。小さい子供をどっかから拾ってきてさ、それをこう性の道具にして帝に献上したわけでしょ。あれ今だったら許されないよね。でもお金持ちになったからいいか。だって一番あれ得意なのはあれだよ、あの山に芝刈り行ったじいちゃんとさ、川に洗濯に行ったばあさんだよ。どんぶらこ子供、あれそれ違うよ。芝刈りは、哀れでかわいそうな鬼たちを殺した人たちの話だよ。やめろ、それ。おい、だんだん話がずれてってるだろうが。だんだん話がずれてってるだろうが。はい。すいません。はい、じゃあちょっとね。
もういいかな。まあまだ1分だね。もう2分ぐらいいるね。その間に後を片付け、追跡者に追われぬようにな。あとはしっかりと隠してこいよ。ファイヤーか。これがみんな終わったら何するんだっけ。俺ってそれでサラダを作るんですかね。サラダを作って、あ、もやし、あ、めんどくせえな。ライスペーパーやめよう。また今度にしよう。ライスペーパーでなんかやろう。レタスがあるんだよな。ちょっとな、レタスがもう壊れそうですけど、まだあるんでね。レタスでちょっと何かしますか。まあ止まらぬスピードでな、片付けをするときっといいことがある。はい、これね、こいつをだいたい3分お湯の中に入れておくと随分良くなりますよね。これはあのスープに使いますから、ちょっとまだ中が生なんですね。これが一番大事。あんまり綺麗に焼けてるのは加熱が過ぎると美味しくないです。鶏のね、旨味がみんな逃げちゃいますから。鶏の旨味を逃がすんじゃないぞマサヤ。鶏臭くないで、ちょうどいいでな。うん、OK。 さっ、取った時に鶏臭いのはあんまりよろしくない。はい、じゃあいきますか。まあ怖いな。油、これはもう天ぷらに使えない油ね。結構な油を置くとも大丈夫。結構多くないと美味しくないですよね。鶏ガラスープをここに入れておく。まあこんなことやってるともういいかいぐらいまでね、いきますね。もう油ちょっと多かったかな。まあいいの。なかなかうまそうだよ。ちょっと焦げが出るぐらいだね、これはね。どっちにしてもよく煮るんだよ。
いい香り。もやしの香りがね、なくなるまで。野菜が多いとね、これね、もう少しね、もやしね。もやしの外側がこう叩かれるとね、ここに煮が出てきますからね。で、葉っぱが入って、葉っぱをむしむし、葉っぱをむしむし、で、これがね、入ってきますね。で、取り出す。ここに牛乳と片栗が入ります。まあ美味しいよ、まあ美味しいよ、まあ美味しいよ、まあ、よまだし、これで十分美味しいよ。うん、うまし。はい、それでこっちね、牛乳。サワビキ。これも まあこのぐらい入れればいいんじゃないですか。片栗粉もね、まあこのぐらいですかね、片栗粉は。まあ、入ったらひと煮立ちしたら終わりですからね。今、鶏がね、よく寝てってますから。うまいっすよ。うん。ちょっとしょっぱみが足りないね、多分ね。まあ、最終的な味の調整はね、一番最後に。ってます。中華のクリーム煮はね、西洋料理よりいいですよね。バター使わなくて、バター臭くない。まあまあ、そこそこ美味しいですよね。固まっていきますね。ちょっと固めだったら水入れて、うん、もうちょいしょっぱく、ちょっとピリッと感がね、あった方が欲しいだろうね。ピリッと感、それとか、でもなんかライスペーパーもしたくなってきたね。やろうか。ほほほほ。うまい。鶏をね、鶏がメインですから。
もうちょい OK ですね。はい、OK。 それじゃあこっち次行きます。もうすぐ終わります。すぐに終わると思っているのよ、ね、レタスね、もうすぐ。ライスペッパー初めて、こんな大きさのやつ初めて。なんですか、はい、あー、大根ダンダン、ピーマンねんだかな。ちょっとダメじゃん。勘弁。勘弁で済めばごめんはいらない。どっちか一方にしなさい。ここちょっと端っこ失敗したね。もうなんか、うん。うん、うまいわ。セロリとかさ、そういうの持ってくるの忘れちゃった。もちろん買ってくるのかな。買って持ってくるなよな。ミートソースさっき食いすぎちゃったね。パスタの残りですから。
ます。なんぞこれ明太子、明太子なんだろう。明太子ソース。すじこむ入れてあるかい。一発目だ。そんな怖い口調で言わないでくださいね。すじこが入ったら、それはそれで別の味。これ明太子ですね。はい。なんかライスペーパーができたよ。ライスペーパーができたよ。ちょっと水足りなかったの、もうちょっと水分があったの、切り口、切り口かな。まあこれは最初の挑戦ということでね、今最初の挑戦。うまい。はい、ということで今日は週にですね、クマに、まあそんなもんだろう。ライスペーパーに包んだこいつらの世界はどこに行く。なんでもいいよ、やっぱ。ということで皆さんも美味しいご飯作って元気に食べようぜ。ございますけど、バイ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 。